いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、次回のイベントテラレイドバトル、こちらの告知が来たのでね、触れていきたいと思います。最強ポケモンニュースでの絶好のチャンス、サザンドラ、ドラパルト、レイド告知だということで、スカバイのサザンドラ、ドラパルト、ピックアップレイドについて、こちらのね、情報まとめとなります。で、私なんですけどね、ポケモン動画どんどん上げておりますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。そして概要欄の方にね、ポケモン雑学班というチャンネルを上げております。貼っております。こちらポケモンのね、ランキングとかそういう動画上げておりますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では、サザンドラ、ドラパルトレイドが開催決定ということで、こちらバージョン別で出会えるドラゴンタイプのポケモンが登場ということで、こちらね、ちょっとまとめますと、1月6日のね、9時から1月ね、9日の8時59分の間に、サザンドラ、ドラパルトが出やすくなるイベントテラレイドバトルの開催が決定されました。そしてそちらの告知が来ております。で、今回のイベントレードのね、事前情報といたしまして、まとめてみると、星4から星5限定で、星6なしとなっております。で、スカーレットとバイオレットでピックアップ対象が違います。スカーレットだとサザンドラ、バイオレットだとドラパルトとなっております。で、テラスタイプは全タイプ均等と思われます。これね、過去のイベントレードの傾向から、今回はね、均等割だと思いますので、ぜひね、好きなタイプ、テラスタイプ、狙いがいるならね、ゲットしておきましょう。で、一応ね、イベントテラレイドバトルのやり方、これね、ポケポータルの不思議な贈り物、ポケポータルニュースを受け取るを選択したと、最新情報を受け取りましたという表示が出れば、イベントテラレイドバトルが発生するようになります。あ、出ないという人はね、ここ気をつけてください。そしてね、情報更新されますので、まあ、なんかお気に入りのレイドとか保持してる人は気をつけてください。で、今回のね、レイド、イベントのね、おすすめどころ何なのか。これなんですけどね、スカーレットの人はドラパルト。で、バイオレットの人はサザンドラをそれぞれ入手できるチャンスっていうのがおすすめです。で、2匹ともね、強いのでぜひゲットしておきましょう。サザンドラやドラパルトはね、現在のランクバトル、今のランクバトルですよ。多くの人に使われています。なんで絶対にね、捕まえておいてほしいです。で、周回おすすめポケモン。ちょっと簡単に触れておきたいと思います。で、サザンドラに対してドラゴン弱点、悪弱点。で、ドラパルトに対してはドラゴン弱点、ゴースト弱点のポケモンを避けるようにしましょう。敵からね、敵の、あれなんで強い、なんて言ったらいいかな。弱点ポケモンになりますので、ここを避けてやるのが一番です。なので、マリルリや鉄のカイナなどが現在ではおすすめかなと思います。で、サザンドラ、これなんですけどね、電気テラスタルのサザンドラだとね、特性冬、地面技無効で弱点なしとなります。なので、じゃあダメージね、与えにくくなりますので注意してください。まあ、逆に言うとね、これ捕まえといたら楽だよね。で、ドラパルト。これに関してはね、特性クリアボディだと嫌なと嘘泣きなど能力を下げる技が効かないです。なんで、能力、効果技を入れて戦う場合は、スキルスワップ、特性をね、入れ替える技などがおすすめとなります。では、まとめといたしまして。絶対にね、捕まえておきましょう。いいイベント、テラレイドバトル来ております。ぜひね、捕まえて。まあ、ランクバトルしない人もね、とりあえず今回捕まえておいて OK です。っていう風なね、ポケモンなので、ぜひ捕まえておきましょう。では、今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきますので、チャンネル登録者のね、10万人目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではでは。